ありがたや美容発案件515かなと思ったら違いました。来ましたよ、エマッソに、はい、初美容案件が、知ってますか今世の中で、うん、エマッソ×美容が、うん、莫大な影響力を持つ。そうなんですよなんかすごいんやって、うん、もうここの相乗効果っていうか、このここの掛け算がもう見逃せないコンテンツになってきております。伸びしろえぐいからね、えぐいんです本当に、4月から我々の、ね、はい、冠番組も、美容お笑いということで、そうですよ、初のジャンル、うん、そんなないですから、そんなジャンルないんで、そこ開拓していってる、はい、春でございますが、そうですね、今日はなんと、うん、来ております、美容案件。そうなんです、早速もうね紹介したいと思います、はい、本日紹介するのはこちら、ドゥリリリ、イエーイ、サロニアのテイキプラジお世話になってます、サロニアさん、サロニアさんお世話になってます。ありがとうございます。私ドライヤーとか使ってますよ、はい、シンプルなデザインでいいんです私物の紹介はいいんですでもお世話になってることを伝えたくて、はい、こちらの、はい、電気ブラシでございます。こちらなんですが、はい、部位ごとに独自の EMS 周波で筋肉を刺激すると聞いたことあるよね、 EMS 電気かな、はい、はいはいはい、刺激し、頭皮、表情筋、うん、そしてボディ、なんと全身に使える超超優れものでございます。すっごくない、その、針、美容、電気、ブラシとなっております、はい、はい、ちょっとちっちゃくさかなくんも出ましたが、ごめんなさいすっごくないって言っちゃった、すっごくないって言っちゃった、すごすぎてすごい、こちらのすっごい商品を、はい、はい、今日はレビューしていきたいと思います。はい、それではまあ早速ね、はい、開けていきたいと思います。開けちゃうぜ、サロニアの電気ブラシ、デレデレちょっと待って、わちょっと待って、ハイスタイリッシュかっちょいい、ハイスタイリッシュ、うん、めっちゃかっこよくない、かっこいい電気ブラシ、これ普通に持ちたいよね、シンプルなデザイン、シンプルなデザインでございます。そしてここね、はい、スカルプ、フェイス、ボディと、うん、いいですね、全身の、はいはいはい、まあ頭皮と顔と体全部いけますよということで、うん、はいはいはい、こちらですね、書いておりました。ボタン2個だけで操作できるの嬉しいわ、これは嬉しいです、ややこしいや、いっぱいあったら、いっぱいあるんです、そうすごい、これはですね、あ、ちょっと待って、やるわ、いいいいいい、だいぶ出した後に最初に出した時にやるやつ、このような感じです、はい、やりたかった、やりたかった本格的にやりたかった、本格的に ちょけてはやったことあるけ るけど本格的にやりたかったんだ、もう真剣な顔しいや同じ顔してんちゃうかこれと、はいはい長さ取って、ごめん見えてなかったから、何も見えへんねんから、同じ顔じゃない、どういう意味わからんテンポだけのお笑いやめてくれへん、15年やってテンポだけ良くなったはやめてくれへんこちらなんですけども、はい、ちょっと顔のね、まあ、緩みというか、うんうん、なんか張りがないなって最近思ってる方とか、ね、なんか朝にちょっとなんかまだあの起きたてのね、はい、漏れてないというか、うん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 、ぼんやりしたような状態、はい、やっぱり肌の張り不足っていう方にすごくおすすめの商品でございます。なんかたどりされた時とかに、うん、漏れてないってことないですか。いや、わかるよ、うん、たどりって全然漏られへんからな、全然漏られへんねん、いや、うちそのインスタをさ、うん、初めてからさやりましたね、ちょっと結構写真を撮るようになってんけど、はいはい、あのほんま、なんか角度さ、下からやってくる人とかいるほんねん、それなんでってなって自分はええかもしらんけど、自分はな、なんかその可愛らしい、それが角度なのか知らんけど、こっちはたまらんから、下から、はい、そういう時にこのサロニアの電気ブラシがすごく効果的に、はい、やっぱりね、おすすめの使い方なんですけども、うん、これはやっぱ朝、まあ朝シャンもされる方いますか、うんうん、やっぱちょっとシャワーして、うんうん、っていう状態の時に使ってもらうのがもうめちゃくちゃいいっていうことですよね、うんうん、しかもこれね、うん、何がいいってやっぱ5分10分でもうサクッとできるっていうところね、それで効果が出るの、効果が出るんです、すごいやん、これすごいんですよ、しかも、IPX5、はい、防水設計になっております、あ、そうなんやので、やっぱりそのお風呂上がりにそのまま、うん、使っていただけるということでめちゃくちゃ楽です、あ、そうやね、髪の毛濡れたまんまボーバーって使えるってこと、そうそうそう、濡れた状態の髪の毛に使えるんですよ、はい、これすごいですよ、電気ブラシ、そうか、人間工学に基づいたクッション性の高いこの 3D フィットピン、これですよ、これ、これ
ケアしたい箇所にぴったりフィットしますので、この EMS がね、あの深部までムラなく届けられるということです、うん、はあ、はい、上出来ですな。上出来です。素晴らしいですよ。こうやっていや使いたいところにこううまくフィットするというね。これ開発した人にこれで撫でてあげたいな。ようやったっていう。あんたようやった。フィットするところね。そしてですね、これ、うん、出力レベルが、はい、5段階。まあ最初にね、もしあれ初心者の方はこちら1から始めていただいて、もうちょっとね、筋トレみたいな感じで継続的に使うという方はどんどん上げていくとか、はい、そんなお肌にも、合うレベルでやっていただけたら、自分好みで選べるんですね。はい、はい、こうやっぱ合ってた感じでね、このクッション性を何よりクッション、うん、合うんですよ、どこでも、うん、だいたいこういうのって頭皮用とか顔用とかあるんですけども、うん、全部いける万能のこのクッションをつけることによって本当やな実現いたしております。全部のフィット感がある、うん、すごいですよ、うんうん、あんた、はい、分かってますよ。何でおいくらなのでしょ。もう顔に書いてるからでおいくらなの。これね、図星の顔でしょ。図星の顔でしょ。ねえ、これなんと全身使えて2万円台です。え、これはえぐい。ほんまに、これマジでえぐいですよ。言ってる。いや高いでしょ。美顔器やで。はい、美顔器大体10万ぐらい、はい、します。高いやつはしますが、するよ。これなんと顔だけじゃなくて頭皮全身使えて、これ2万円台です。ちょっと笑ってます。ちょっとごめんなさい、ちょっとお得すぎて笑っちゃうっていうところあるよね。うちも笑おう。はい、だからちょっとやっぱり初心者の方でも手に取れる価格というのがこれ一番の魅力でございますよ。ちょっと手を出すのハードル高いなってずっと思ってて思ってるんですよ。そしてこのサイズね、やっぱこのスマホぐらいのサイズなんですよ、うん、でお風呂上がりにできるということで、もうこうやってやりながらこうながらケアができるんですね。こう片手でこうやってやっても、例えばスマホいじったりとか、確かに、はい、ちょっとストレッチやりながらとか、でこれも簡単なんですよね。もうどこでも持ち運べるということで、これもね、はい、早速使ってみたいと思いますが、使いましょう。ちょっとこれあのメイクを落とす必要があるので、はい、一旦、オフします。はい、はい、すっぴんやで。すっぴん。意外と初めてかも。ということで、早速じゃあ試していきますか。いきます、はい、じゃあやっぱり最初濡らさないといけないんでね、はい、頭皮のジェルと化粧水で、化粧水を、まずこっち側だけ試していきたいと思いますので、はい、比較するのにね、はい、うん、こうか、いい長野さん、そうそう、ええのよ長野さんは。なっちゃうのよ。なっちゃえへんよ別に。しっかりめにね、はい、しっかりめに。でお肌の方も濡らしてくださいよ、はい、すごいよ。やっぱりもううちらね、やっぱもう4月から美容番組をね、はい、やりますんで、テレ朝の方で A ラボ結構がっつり美容やんな。がっつり美容、うん、美容お笑いってなんやねんと思ってたんですけど、がっつり美容お笑いでしたよ。そうそうそう、本当にちゃんと融合できてた。そうそう、うん、まあちょっと先に言うとね、なんか初回はなんかこうマルチアイシャドウパレットみたいなの中で使わへんシャドウあるよねみたいな、でそれをなんかどう使うかみたいなとか面白かったよ。結構知識として、ほんまにみんな思うことやもんなって思って。はよ言ってくれへん。ちょちょちょそんな時間かけるか。いや話の腰おるんあれかなと思った。いやいや、そんなことない。こっちがメインやから。はいはい、じゃあまずはじゃあ頭皮。まずはい、ここにモードっていうところが電源で入れますね。うん、何があるんですか。はい、まずスカルプ、うん、フェイスボディっていうのがあるんですけど。すごいよ。頭皮から、うん、スカルプか。はい。これレベル1から5段階まであるけど、どうしようかな。結構うち2番目に生まれたからさ、うん、兄弟の中で、うんうん、2にしよう。何の話やねん。じゃあ行きます、ね、そんなんで決めないでくださいね。け頭皮強いからな、うん、頭皮をこう、うん、どうですか、やった感じは。後ろに行くように、うん、あ、なんか気持ちいいね。気持ちいい、うん、これ今2でやってんのね。2でやってる。おお、いい感じ。いい感じ。この髪からこう、うん、後ろにじーっと、なんかじんわり温かい。あ、あったかいんや。うん、いや、これ
ヘラフィットする。あ、する？ 3D フィットピンでめっちゃフィットするわ。フィットするんや。うちここなんか結構角張ってて。ほう。あ、フィットするフィットする。いいんや。うん、へえ。ここ電気がなんか、うん、その心地よくて。へえ。すごい気持ちいい。ピリピリとかはせえへん。ピリピリとかは特にしない。うん。気持ちいいわ、うん、どういう感じの気持ちよさなの？なんかね、うん、その男性に撫でられてる感じ。あ、いや、うちの知ってる男性やからかもしらんで。何のボリューム？内容をあさることながら何のボリューム？顔いきましょう。顔いきますか。次はじゃ あモードを変えて、うん、このフェイスね、フェイス、ね、フェイスのモードで、はい、じゃあフェイスをやっていきます ねいきますよ。まずおでこから、うん、ちょっと小刻みに揺らしてる感じで動かして、うん、おー、で次がこうね、うん、こう目元の下から上に、うん、いや、それあんたが上がってんのよこれだけ上げたらいいけど、一緒に上がった意味ないねこれだけ上げたいねんけど、うん、一緒についていっちゃうマリオカートのあの体動くみたいな感じで上がっちゃう、上がっちゃう、サロニアと共に一緒に、うん、上がっちゃうな。いや、分かりにくいから、いいね、そのこれの動きが分かりにくいから、ね、あんた一回止まって、ちょっと止めろ、止めて、いやいや、笑ってまうねん、笑ってまうのは笑ってまう、嬉しくて笑ってまう。あ、そうなん。ちょっとだけじゃあレベル上げてみましょうか。レベル4でちょっとやっていきます、ね、ちょっと上げてみます。はい、レベル4になりました、うん、今でもまあ心地よさはあるけども、うん、うん、おお来た、おピリリが来ました。あ、いい刺激、いい刺激、うん、あ、なるほどなるほど、こぴらへん気持ちいいで、うん、なんかその筋肉になんかピリピリがいってる感じがあって、うんうん、なんか刺激されて、うん、あ、で結構じっと当ててもね、いいね。さあ、はい、今10分ぐらいやりましたけども、どうでしょうか。さあ、じゃあ、うん、終えます、うん、何やそれ終わり方ええ女。なんかめっちゃスッキリしてるかも。嘘、どうですか。あー、でも確かになんか張りが出てる感じがする、うんうん、すごいすごいよこれ、EMS、うん、EMS すごいな、すごいな、うん、え、この短時間で、うん、触った感じどう。お、ハリーン、ハリーンって何ハリーンって何ハリーンでん、ハリーンでん、ハリが出ている、出ている、あ、ハリが出ていること、ハリーンでん、ハリーンでん、ちょっと分かんなかったです、ごめんなさい。わあ、出てる、うんうん、比べてみて、すごい、うーん、すごいね、短時間で、ね、ちょっとじゃあ私もやってみようかな。やってみ、やってみ、うん、じゃあまず、スカルプレベニー、レベニーいきますか。2番目に生まれたんで書けないやろ、そんなんで決めるやつどこにあんねん、下手やないいわ、嫌いなんやろツッコミいいよいいよ、スルーで盛り上げたいから動画をさあ、どうですか 3D フィットピン気持ちいいね。このフィットピンめちゃくちゃ気持ちいいな。 あ、こういう感じなんや。じゃあフィットピンって言うだけあるの、うん、フィットせえ、あー来ました、はい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 、あーなるほどなるほど、あー、ここ動かしてもらったことないんですけどっていう感じで喜んでる、なんかここの皮膚がえ、私ら動かしてもらえますのびっくりしてる感じする、なんか皮膚が、あ、ここ、あ、ここ上がってる感じする嬉しい、見つけた、見つけたぞ、顔いきますね、はい、あー、あら、あー、電動っていうか、そのピリピリは来てんねんけど、うん、全然痛くないねん。そうやねん、うん、心地いいやろ、うん、でも来てる感はあるっていうか、こう入っていってる感はある、こうね、うん、こっからこうね、はい、あー気持ちいい、今何、私1やけど全然気持ちいい、うん、ほらな、なるね、ほらな、なるね、上がるのよね、なってまうね、うん、そんなはずないと思ってたけどさ、上がるのよね、上がるのよね、えい、あ、どうですか、張りがやっぱ
出てる感じがするね。うんうん、5分やっただけやろ今、うん、こんな目に見えて変わる？変わってる？え？印象変わる？え？すごっ。こんな簡単に、うん、すごいよこれできんの。え、めっちゃすごい、うん、効果抜群やんけ。ちょっと腕もやってみていい？せっかくやったら全身できるっていうことやから。貪欲やな。ごめんなさい。行けるとこ全部行こうかな。うわ、ボディーモードで。ボディーモードで。ああ、はい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 、なるほどね。うわー、気持ちいいなー。あー、これね、めちゃくちゃ筋肉刺激されてるこれ。ちょっと落ちくなろう。負けてられへん。おお、きれいな、きた。うわー、ほんまやね、気持ちいい。なんか筋肉に問いかけてる。すごい。もう反対も言ってない。ごめんなさい。ちょ待ってよ、すいません。え、勝手にやってるよな。片手だけってなんか片手だけでいいですよって言われてたのに両方言ってるよな。めちゃくちゃいいね。ヘブンってるやん。ヘブンってる。ヘブンってる。ヘブンってるやんけ。はい、ちょっと夢中でやってましたけども。確かに、ま、ずっと終わられへん、終わられへん、終わられへん。ずっとやっちゃいましたけど。あ、やっちゃう。ということでね、サロニアさんの電気ブラシご紹介しましたが、なんと今ならですね、概要欄のリンクから購入すると4月11日、23時59分まで 28% オフの、19,800 円で買えちゃうらしいです。イエーイ。2万切る？2万切ら、すごい。2万円台で買えることもびっくりなのに今、うん、切りました。切りました。サロニア本気です。商品到着から30日以内の返金保証もついております。そしてメーカー1年間保証もついておりますので、次はもういつお得になるかわからないので、ここで買わなきゃっていう、ここ買いだよっていうところです。電気ブラシがある生活をチャレンジしてみるというのはね、もう今が完全に、チャンスだと思いますのでね。キャミも大ハマりしました。はい、キャミ、はい、気になった方概要欄チェックしてください。またねー。